本日のイベントの主催であります地域推進委員会委員長金子元元より挨拶申し上げます。皆様こんばんは。本日は年に一度のイベント100万人のキャンドルナイトにお集まりくださりましてありがとうございます。100万人のキャンドルナイトは全国規模で行っているイベントではありますが、本門寺ではとりわけ世界平和祈願法要を行いまして、日々の雑踏で忘れがちな思いやりの心を優しい自然なろうそくの灯火とともに取り戻していただきたいという願いのもと毎年行っております。ろうそくの灯火といえばお釈迦様のお話に輪廻の一灯というお話があります。昔々多くの人がお釈迦様の法話を聞こうとお話を聞こうとろうそくの火をお供えしました。中には大変立派な、また音が派手で豪華な灯火もありましたが、そういった灯火の多くは自分の尊徳や見栄で飾っておりましたので、その大方は突然の風が吹いて消えてしまいました。しかしある貧しい女性のしっかりとした心がこもったろうそくの火は、見た目が貧しくても風に消えることなく、しっかりとお釈迦さんの足元を輝き照らして続けてきたというお話でございますが、100万人のキャンドルナイトを通じて私たち一人一人が生き生きとした元気を取り戻し、輪廻の一灯のお話のように尊徳でなく心から人様を思いやる穏やかで平和な気持ちの良い夜をお過ごししていただきたいと思う次第でございます。本日はお集まりいただきまして本当にありがとうございました。金子委員長ありがとうございました。以上で仁王門でのプログラムは終了いたします。この後場所を移動いたしまして、7時15分ごろより大堂の中にて平和祈願法要を行います。お堂の中にもう入れますので随時お入りください。またお入りになる際は入り口付近にビニール袋を用意してございます。こちらにご自身の靴を入れていただき、ご自分で管理のもと中へお入りくださいますようお願いいたします。